栃木県の食をキーワードに地域の魅力となるさまざまな資源を結びつけた食の街道。これを県内各地に整備し、それぞれの街道を回廊として結びつけ、見て食べて体験して栃木県をぐるりと楽しんでいただくプロジェクトが栃木食の回廊づくり。今回は那須高原ミルク街道にスポットを当て、その魅力をご紹介します。食の街道の一つ、那須高原ミルク街道は、那須高原のミルクをテーマに県道30号と県道68号をメインの街道として、那須町と那須塩原市とを結んでいます。栃木は本州一の生乳生産量を誇る酪農王国です。那須山麓の広大な自然に育てられた牛からは美味しいミルクが生産されています。またこの地域は豊かな那須山麓の自然と、その自然に育まれた食の宝庫となっています。では那須町からご紹介していきましょう。那須町には多くの牧場があり、日本でも希少なガーンジー種から搾った牛乳を飲むことができます。濃厚な牛乳の甘さと風味を味わってください。また新鮮なミルクを原料に作られるチーズケーキは絶品です。那須町では多くのチーズケーキが楽しめます。その他、牛や他の動物との触れ合いを楽しめたり、チーズ、ソーセージ作り体験ができる牧場もあり、ご家族みんなで楽しめます。那須の新鮮な農産物はミルク街道沿いの直売所で買うことができます。朝採りの新鮮な食材はどれもみずみずしく、那須の高原野菜を中心に数多く取り揃えています。またこの地域の野菜をはじめとした農産物を食べられるレストランも多くあります。例えば道の駅那須高原友愛の森に併設する友愛の森ナストラン、ここでは新鮮な野菜、季節の山菜、おいしいコシヒカリ、牛乳、那須和牛など地場産の食材を活用し、お袋の味を基本とした料理の提供を行っています。またもともとこの地方で食べられていた水豚で町づくりが進められており、地元食材を使って現代的にアレンジした水豚も食べることができます。那須高原大橋を渡ると那須塩原市になります。このエリアには那須の元気なジャージー牛のミルクを原料にしたスイーツが食べられるお店がたくさんあります。アイスやジェラートなど美味しい牛乳から作られたスイーツは、甘党の方はもちろん、そうでない方でもきっとお気に入りのお店が見つかるはずです。また那須高原の大自然、そして生産者のこだわりと愛情の結晶である那須和牛、那須塩原の高原野菜とともに牛ステーキにして味わうことができます。ここはヤギ牧場です。ここではヤギのミルクを使った商品が作られています。
牛乳とは一味違ったヨーグルトやチーズ、ジェラートなどが人気です。那須塩原市には古くから栽培されてきた在来種那須の秋そばがあります。大切に守り育てられたそばは魅力の一つです。その他、那須ガーデンアウトレットではショッピングが楽しめ、その中にあるロコマーケットでは地元産の野菜をはじめ地域限定のスイーツや特産品を買うことができます。また季節に合わせいちご狩りなどを楽しむこともできます。さらに那須地域は塩原、那須湯本、板室に温泉街があり、温泉施設がとても充実しています。ぜひ自然とともにリラックスできる空間で日頃の疲れを癒してください。那須高原ミルク街道は那須の雄大な自然の中で育まれた恵みを最大限生かし、牧場の牛たちの恵みや高原野菜を味わうだけではなく、自然や景勝地、多くの体験施設、温泉などがあり、多彩な魅力を持った街道になっています。ぜひ那須高原ミルク街道で見て、食べて、買い物をして、温泉に浸かって、楽しい思い出をたくさん作ってください。